まずは大通りから1本入ったところにある隠れ家的なお店 YG をご紹介します。このお店の YG にはみんなで楽しくわーいわーいゴーよゴーよという意味が込められているそうですよ。それでは行ってきます。オープンして5年、創作洋食メニューを取り揃える YG。 食事をしながら楽しい時間を過ごしてもらおうと、ジャズライブやパブリックビューイングイベントもあって、まさにワイワイガヤガヤとみんなで盛り上がれるカフェです。かつて名古屋市内でお店を開いていたシェフの佐藤さんは、雑誌やテレビに取り上げられるなど、その腕前は確かなもの。佐藤さんのこだわりは、一から手作り でやっぱり手作りってぬくもりがあると思いますので、お客さんにそういうものが味として伝わればすごく幸せだなとは思います。まあ、ピザもそうですし、パン、デザートも全て手作りで、お客様にいかに喜んでいただけるかということで日々精進しています。ということで、まずはこだわり抜いたランチセットをご紹介。良質なものをお値打ちに食べてほしい、そんな思いから生まれたのが黒毛和牛ステーキのランチ。まゆみさん、はい、いきなりですが問題です。こちらのセットいくらだと思いますか？メインが黒毛和牛の A5 ランクですよね。他にもサラダにパンにスープまでついてるので1980円、どうですか？正解は980円なんです。そんなに安いですか？黒毛和牛の A5 ランクのステーキがどうしてこんなに安く食べられるのか、その秘密は、それはですね、業者さんとですね、いいものをお客様にお手軽にご提供できるということを、もうほとんど利益なしでうちに納めてくれてるんですね。いただきます。やばい、油が結構乗ってるんですけど、その油が甘いのでもう美味しくいただけますね。もうこれだけのお肉が980円でいただけるなんて本当にお値打ちです。お客さんに美味しい料理、食材を気軽に食べに来てほしいというシェフの熱い思いが、このお値打ちランチを実現させたのです。お値打ちランチはまだまだあります。大府市にある花井養鶏場の黄身のコクが濃い新鮮卵をたっぷり3個使ったとろふわオムライス、まろやかな自家製カレーをかけたカレーオムライスが人気です。こちらはワタリガニを丸ごと使ったクリームパスタ、ソースはオーブンで焼いたワタリガニのエキスとカニ味噌を混ぜ合わせたもの、そこに生パスタを絡めればカニの風味が口いっぱいに広がる、まさにワタリガニを丸ごといただく贅沢なパスタに。ではもうカニの旨味がふわって広がりますね。もうカニ味噌の旨味がパスタソースにふわって全部広がっていて、旨味が余すところなくいただけます。メインはもちろんなんですけど、このセットにつくサラダも自家製ですし、デザートも手作りで、しかもパンも自家製なんですよ。もうどれも本当に手が込んでいて、ここのランチメニューはかなりおすすめです。続いては単品メニューをご紹介。大人数でワイワイしたい時に欠かせないピザ。手作りの生地は周りがパリッと、中はふわふわ食感を味わえます。おしゃべりのお供に1枚どうぞ。そして超豪華、シェフ自慢の一品がステーキとフォアグラのソテー。鴨のフォアグラにほんのり酸味の効いたオリジナルのバルサミコソースと柚子ジャムを添えました。今度フォアグラまでついてますよ。もう贅沢ですね。もうクリーミーでまろやかですね。
あと一緒にゆずジャムもつけて食べると爽やかにもなります。フォアグラがこれだけ、普段じゃお値打ちには食べられませんよね。本格的な洋食がお値打ちにいただける YG、 豪華メニューを肩肘張らずにみんなでワイワイ食べられるので、いろいろなシーンに活躍しそうなお店です。